はい、元 HKT48 の山本真央、真央ちゃんです。よろしくお願いします。はい、この部屋よく考えて映してるんだ。こんな感じで。そうなのよ、実は。どこの場所に何々氏が誰っていうのを貼っていきながら、どれぐらい被ってるかっていうことなんですけど、はい、で、まあ、もうさっき堀江門と堀江さんとね、話して、はい、まあ、堀江さんは全部、採点は、真央ちゃんに一任すると。多分僕そういうと思ってたんですよ。結構呼んでるでしょ、堀江さんも。すごいですね。もう、そう、来て、こう、立花さんからこう来て、メッセージが。うん、えと思いました。初めてでしょ、人の採点するの。初めてです。真央ちゃんもね、大人になった。まあ、真央ちゃんで僕、偉そうに言ってますけど、多分お会いするの3回目か4回ぐらいですよね。ね、一回一緒にね、はい、沖縄でゴルフ、回らせてもらって、はい、で、まあ、堀江さんは言うと思ってたんで、はい、夜のね、今、間もなく8時なんですけど、はい、もう、点数ね、これ、一番上に入ってるのが青白王子。はい。で、2つ目がレペゼンホックスの DJ 丸くんが結局やってくれましたと。はい、で、最後、真央ちゃんが、運命を決める最後の点数を入れていただくと、はい、でその3人の合計点が一番高い人から僕が電話をしていって、はい、まあ人気、例えばもう港区だとあの黄色のシールが貼っているのが枚数で、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人、はい、港区を一番に希望しているのが10人、はい、隣の目黒区は2,4,6,7 人っていう感じですね、はい、で逆に文京区なんか1人だったんですよ、左下、はいはい、中野も1人とか、はい、あの、黄色い紙が貼られてるのが一応、一番ここで、一番第一位がここです、という人たちなんで、ただ、その、貼られていないところも、要は、港区一人しかできないので、港区希望してた人が、港区を、一番の人が港区希望すると、残りの9人は港区から出れないと。で、じゃあ、その人が今度、2番の人が今度、じゃあ、目黒取っちゃうと、目黒も希望者じゃ出ないと。で、全く黄色が貼られてないところもあるんで。そうですね、何個か。はい。だからそういうところ、もちろんもっとあるんですけど、まあまあ、めぼしいところこれ出してるので、はい、もし、なんていうのかな、うん、で、立候補できるところがあれば、はい、そっちに引っ越して回ってもらうし、引っ越しはできませんでしたら、今回はすいません、縁がなかったと。はい。いうところで、153人いますので、はい。この後ね、だから今、8時前なんですけど、まおちゃんの採点が終わって、うん、早ければもう8時半ぐらいから、一番の人に電話してきます。はい、という、という感じですよ。はい。それは僕がもう電話してくんで。はい。はい。ということで、真剣にね、できたら、はい、プロフィールなんかも見ながら、はい、将来のアイドル性とか選挙通りやすそうなことを、勘案しながら選んでもらえればと思います。はい、わかりました。ということで、皆さん、もうしばらくすると電話が鳴ると思いますので、今しばらくお待ちください。はい。はい、一番の人からかけていくので、はい、電話出なかった人は、その人から折り返しが来るまでは、もうどんどん次の人に回していきますので。はい、よろしくお願いします。じゃあ、もうちょいです。はい、どうも。はい。